はい、どうもカレンでございます。ボサボサの頭を切ってですね、今回はそのね、この、今週号のスピリッツの6号、まあ少々見ればね分かると思うんですけども、恋は雨上がりのように、まあアニメ化はね、この日の動画というか、ね、この日ね、もうすでに1月11日に、まあ、放送されるんですけども、アニメ化だけかと思いきや、めちゃくちゃね、今、旋風巻き起こってるというか、めっちゃすごい勢いなんですよね。まあ、そのことについて、今回何がすごいのかというのを、まあ、ざっとね、紹介したいかなと思います。まずはね、今言ったんですけども、このアニメ化ですね、去年のね、僕自身もちょっとね、アニメ化し、決まりましたっていう動画も上げさせていただいたんですけども、PV もすでに公開されてるんでね、そちらの方でも、まあ僕自身はね、チェックしたんですが、やっぱりもうね、言うことなしの完成度というところで、まあね、どうやってね、どんな風にアニメになるのかっていうのは、まあそちらの方で皆さんもね、チェックしていただいて、その後にですね、まあ毎週木曜日の0時55分から、まあ24時ですね、24時の55分から放送開始ということで、そちらの方でも ぜひとも、チェックしていただきたいかなと思います。そして二つ目がですね、もうこれもね、すでにもう、発表されているというか、まあご存知の方もおられると思いますが、実写映画化ですね、実写映画が、2018年今年の5月に、なんとね、公開ということで、一応主演なんですけども、店長役があの大泉洋さん、そしてね、こちら主人公、アキラちゃんの役が、小松菜奈さんということで、まあ名前聞くだけでももうね、大物というのはもう分かりきったことであるんですけども、実写映画もね、同時に、もうほぼほぼですね、5月ということなんで、まあアニメもね、実写も、まあ今年になってね、公開ということでね、原作が5月のどこまで行くのかなと、それで、ね、終わるのかっていうところもやっぱ気になるところではあるんですけど、まあ映画がどうやってそこまでの尺というか、もうね、どこまで出来上がるんかっていうのがね、やっぱそのね、終わるところもめちゃくちゃ気になりますし、人が演じることによってどういう風な完成度になるのかということも、アニメとはまた違った部分でもね、面白さ発揮するんじゃないかなと思いますしね、キャストがキャストだけに、これもね、やっぱりね、話題性とかもほんまにね、ラブコメっていうところでもやっぱね、いろんなファンにも見られるんじゃないかなって印象ではありますよね。そして3つ目がですね、これは僕もね、ここの、本誌で見て、初めて知ったんですけども、2月9日にですね、真由月純先生、こちらの恋雨の作者ではあるんですけども、真由月純先生のイラスト集&アニメ本が発売決定ということでね、この作者の真由月先生、まあ、恋雨以外も僕もね、読み切りで1話ね、見させていただいたんですけど、あれも結構面白かったんで、まあ、恋雨のね、イメージがめちゃくちゃ強いというか、それだけのイラストかもしれないですけど、どういった風になるかは全然わかんないですけど、僕もイラスト集って結構買ったことなかったんで、どういった風になるのか、まあもちろんね、恋雨のね、原作みたいな、その原作の一部を、書いたところとかも、もちろんもしかしたら出るかもしれないですし、ファンからしたらね、やっぱり作者の方のイラストってだけでも、まあこの完成度ですからね、言うまでもないかなっていうのが、やっぱりそれもそれでね、まあイラストのみではあるけど、楽しみかなと僕自身も思うんでね、もうすでに1ヶ月後ぐらいになるんでね、そういった部分を考えると、まあ、作者の方にイラストももちろんですし、このアニメのね、メイキングブックというのもどういった感じで仕上がってるのかなっていうのもやっぱり単純にそこもね、気になって仕方ないという部分ではありますしね、これもねどんな風になるのかなって本当に楽しみであるんでね、僕自身も今のところ、買ってみようかなという風に興味を抱いてはおります。そして最後4つ目がですね、まあこれはもうね驚くことでもないとは思うんですけども、この原作期間1巻から9巻までが、184万部突破ということで、まあ細かいところで言うと184万部なんですけども、まあもうちょっとで200万部に、届く、多分今年になったらね間違いなく届くとは思うんですけど、この段階でもうすでに、180万部突破ということでね、100万部突破した作品だからこそアニメ化、あるいはこういう風に実写映画化っていう風に、まあなる要因としては間違いなく原作の力なんやなっていうのが、まあ改めて知ったということだと思うんですよね。原作の面白さっていうのも、まあ今まで言ったアニメ化とか実写映画化に比べて、まあそこも劣ることないというか、まあそこがもちろんね、そこから始まったってことが、僕自身もね、間違いないなっていうのが、本当にここは一番驚きがなかったなっていうのが僕自身一番言いたいところではあるんですけども、こんなこと言ってますけど、まだね、実を言うとコミックを買ってないということで、
まあこれをね、いろいろねやっぱりアニメか映画とか聞いたらもうやっぱりもうちょっとね、読み返したくなるというか、私もね、レンタルでね全部読んだことあるんで、まあこの機会にというかね、まあこれは改めてという感じでね、まあ原作がすでに184万部突破ということで、まあ今年中にも間違いなく200万部いくという、そういった勢いであるとは思いますね。ということで今回はですね、まあアニメ化が決定してそれについての動画を上げようかなと思ったんですけど、このね本誌の情報の部分読んでみたら、まあ結構やっぱすげえなっていうのがあって、もうてんこ盛りだったなっていう僕は印象があったんで、それも含めて、今回はそういった、こういう雨上がりのようについて、話させていただきました。まあスピリッツといえばですね、去年で言えば朝日ナグスかね、実写映画か舞台か、まあそれもね、やっぱりブームになったと思いますし、やっぱりスピリッツ作品というだけでも、こういう風にね、面白い作品が毎年一つは出てるということでね、朝日ナグスと同じように恋雨がもっとね、まあ売れるというか、知名度もどんどん上がっていくっていうのは間違いないと思うんですよね、アニメか実写映画かってだけでもね、まあスピリッツ作品でもこんだけね、影響力があるというのは、もう目に見えて分かったなと思いますし、僕個人的にはね、やっぱり青足ですかね、アニメ化とか、まあもしかしたら舞台化とか、まあほんとね、ミュージカルとか、そういった風にね、テレビューみたいな感じでね、そういった部分もなくもないかなっていう風にもね、僕自身も思ってるんでね、まあ個人的には青足なんですけど、さっきも言ったんですが、やっぱスピリッツの作品もね、今後どんどんね、世に出てきてほしいかなという風に思います。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローもどうぞよろしくお願いいたします。それでは、バーイ。